手下の責任だの吠えてたやつが対人格闘の訓練あれ手加減してやってたのかよ。てめえ相当強えだろ。体が動かねえよ。お前は本当に優秀なやつだった。どんな時でも冷静に対局を見て自分より仲間のことを一番に考えるやつで、俺もお前みたいに強くなれたらいいなとか思ってたっけ。まるで効かない。エレンの攻撃も私の刃も効かなかった。それも兄と違って全身が硬い。なあライナー、今お前がどんな顔してんのか知らねえが、お前ら本当にクソ野郎だよ。多分人類史上こんなに悪いことした奴はいねえよ。てめえはこの世にいちゃいけない奴だ。一体何考えてたんだ。本当に気持ち悪いよ。お前の正義感に溢れたあの面構えを思い出すだけで吐き気がしてくんだよ、このでけえ害虫が。俺が今から駆除してやる。どうなったんだっけ。いや、なんで今あの時を思い出す。まさかこれが走馬灯ってやつか。まあどうでもいいや。何にせよ最低の気分だ。エレン、ダメだ。殴り合ったってどうにもならない。ここまで来るんだ。何のためにこんなことやってんのか知らねえけど、よく考えりゃお前らいろいろとお粗末な点が目立つようだ。その一つはこれだ。俺に戦い方を教えてしまったこと。やった、君はどう聞く。まだ戦える。またぞ。